やってやりましたわ、ようやく。はい、おはようございます。おはようございます。どうもセブン TV をご覧の皆さん、東西街道連の島部です。東西街道連のゆとりです。というわけで今日はごちもり、ごちもり、ごちもり。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。今日遠隔のごちもりです。はい、私が東京都江戸川区にございますウエスタン環七南葛西店さん、そして私が東京都江戸川区にございますウエスタン葛西店さん。久々じゃないこれ、芝生とごちもりすんの。俺自体のごちもりが一月ぶり以上だ。そうだよね、うん、君たちとご飯に行けない君たちが美味しそうなものを食べてるの指くわえて画面越しに見てるだけじゃあ今までで一番になっちゃうじゃん。一番の、今までの一番、結構一番行ってきたで、ぎゅうぎゅうとかぎゅうぎゅうとか。芝生くんはこう、久々のごちもりなわけやん。うん、じゃあもうこれかなとかない？なんか俺だったらこうすんのにとかさ、やっぱおもてなし上手なわけやん、芝生くんは。そうやね、うん。アジア圏の料理を食べてる気がする、ゆとりくんと和田さん。焼肉しかり、韓国料理しかり。はい、あとまあ、基本的に和食系の居酒屋とかが多い。そう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 。これはね、やっぱ2022年、うん、ちょっと私とゆとりくん一発目ですから、思考を変えまして、はい、フレンチとか行く？急にすごい勝たなきゃいけなくなったっぽい。俺フレンチって行かないから分かんないけど、ピンキリではあるんじゃない？一番前と一番前みたいなことをやってギリみたいなところもあると思うんだけど、まあ確かにそういう店もあるとは聞いている、うんうん、でもなんかもう下を見ればなんかあるんじゃないの？これ本当にフランス料理なのかちょっと怪しいけれどもまあでもこれで500円だしなみたいなところとかもあるんじゃないの？あ、まあ、ある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 。要は大衆居酒屋チックなフレンチ料理もあるから、目指すは最高級フレンチでフルコース許可取れるかってところもあるからドキドキだねそうなってくるとどんどんランクは下がっていくでもね、高ければ高いほど取れると思うんだよな。逆にね、どうする？あれスーツで来てくださいみたいな。そしたらスーツで行こうよ。ああいいね、うん、実現可能か分かんないけど、うん、ドレスコートがあるようなフレンチにしよう。ええー、な、俺もだからもう大体美しく決まってるから、この6号世代でも12500狙える機種があるから。あ、マジ、うん、まあ、俺もね、導入されてれば打ちたい機種はある。で、それは狙えると思うわ。メーカーどこ？ヤマサ。ヤマサ、あ、違うわ。あ、でも分かったわ、何か分かったでしょ。分かった分かった、うん、俺富士商事やから。あ、分かったわ、どれか。分かったよ、分かった分かった。あ、なるほどね、うん、どっちも狙えるわ、でもそれは本当に、うん、まあ、そんな感じで、ね、今日は高級オフレンチを目指す戦い。それではこの後は実戦パートへ。さあ12番、おはようございます、お願いします。さあということで12番目の入場でございます。ウエスタン葛西店さん、反逆にするということで反逆スタート。はい、ということでごちもり、私は東京都江戸川区にございます、こちらウエスタン葛西店さんです。そして取った台は窓かまぎか反逆です。いきます。抽選人数が60人くらいかな。で、そんな中私は12番という、まあいい引きですね。で、取った台は反逆と。この反逆は俺一回全台系やってるの見たことがあるんで、ここには少なくとも入る可能性がある。で、俺が打ちたかったスーパーリノ SP は導入されてなかった。とりあえずこの反逆で頑張ろうかな。1万枚とかは厳しいにせよ、3000枚4000枚とかはいけるんじゃないのって思ってる。正直全然打ってないんで、この台。これで反逆好きになれればね、それに越したことはないから。俺窓巻き初代好きだったけど、窓2はもうクソクソクソって超言ってたのよ。あれが好きなやつとは話合わんみたいな、クソ台クソ台って超言ってたんだけど、結果神台だったわけですから窓2も。反逆もね、その可能性がある。だって反逆もう何がいいってね、1000円で66回転回りましたから、天井も怖くないわこれで。やりました、449ゲーム、投資1万1000円。とりあえず天井行かなくて何よりって感じだな。はい、うん、で、これをなんか育てんだよな。 OK。 おーっと、レア、これは上がるんじゃない？はいはい、チャンス目だもんね。 OK、京子まみさん、さやかと。で、今調べた感じ、もうここで取んなきゃ終わりだ。
40%レア役なら問答無用で確定っぽい。ああ、いいよ。うん、40%、うん、これはもうきついぞ本当に。うん、レア役じゃないとかなり無理そうな数字だった。いやー、やっちゃったね。あ、かなりきついことになっちゃったね。さあ、行きました、チャンスゾーン。スイカからこれは調べたんですけど、マイゲーム 6% くらいで常に抽選してくれてるっぽいね。レア役引くと激アツみたいな。てか弱レア役で 50% って書いてあった。そう、これがまさに 50% なんですよ。あ、これはね 100% やりました。137ゲーム、投資13,000円。今完璧だったね。おい、2回目が勝負だね。レア役さえ引ければどのランクでも確定らしいんで、レア役を狙っていこう。はい、これは無理だね。で、ここ 40%。 いやー、 40%OK。 もう一発成功するとね、特化ゾーンがついてくるのかな。はい、オッケーオッケー。じゃあこれで AT 確定。マギカラッシュ。この特化ゾーンがなんか俺の記憶だとあんまり乗らねえって記憶だけど、まあ頑張りましょう。おい、レア役なんだからいいんじゃないんすか。弱点だけど。はい、50枚。130枚か。いきます。いや、あのね、俺が知ってる反逆はこれなんだよね。ラッシュ中にマジでどうすればいいかわからんっていう機種。213枚。厄介なことにならないといいのだけれど。俺もまさに今そう思ってるよ。先生お願いします。はい、ありがとうございます。矢野ちゃんの背番号ですね、昔の。わー、喜んでる喜んでる。可愛らしいな。すごい、中の人大変そう。安健やったらもっと動くんやろな。さあ行こうか。おった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 。ちょっとじゃあ角に近めのこっちのリング、運命の秒刻で行きます。はい、ということで打っていきましょう。リングです。今日は貞子と恋人つなぎできればなと思います。はい、とにかく何が大事って、もう当ててメインの AT の方入れて乾燥させることが大事。乾燥させた後に無限の可能性出てくるんで、とにかくだからボーナスを目論んでいきたい。じゃん、829ゲームオハテンです。投資が26,000。いきなり手痛いダメージを与えられてしまったな。ようやく当たってくれたから、こっからやからいきます。はい、貞子ボーナスです。貞子ボーナスはこの引き戻しゾーンで3回当て直せば超貞子ボーナス。はい、メーターは黄色までで行くかどうかはプッシュ次第。行かない。ネクストモーリー。はい、リプレイはレア役でチャンス。リプレイ2連続。おいよ。はい、んー、デジャパニー。あかり3。ちょっと期待できるか。あ、パネルがフラッシュしました。レア役追加か。1ゲーム目は熱いよな。 OK、 引き戻し。モーリーただ、モーリーただ白なんでほぼ移動ステージは無理かな。行きましょう。次は手術中、はい、診療所。 OK、 何かな。デジャブパニック。おう、読んです。お手手が、おう、ミュ、これはやれんのじゃないか。 OK、 2連チャン目、あと一発仕留めれれば超貞子ボーナス確定。呼吸を整えろ、頑張っていけ。いや、高モードかもしれない。 82% かも。おら、いけるかもよ、運命の米国。これはね、60秒以内に貞子が出現すれば当たりなんですけど、この矢印書いてるところで貞子が出てくる可能性ありと。ふぅ、おった調査の勝手。さあだ、おい、レバー叩いてます。枚数を決めます。ここで貞子ちゃんと掴むんじゃねえよ、恋人同士になるんだよ。オーケー、200枚。
でこっからはレア子役等々引いた際は直乗せ、僕引いたことないんですけど、まあ、上乗せするかもゾーンに行きます。でリプレイでこのサダの字がいっぱい集まっていくとこれでもまた上乗せと。で上乗せした際はその上乗せした枚数がループすることあるんで、まあ、結構ゴリッと乗ったりもします。はい、でこれで終了です。この後はサダコ接近ゾーンというところに行きます。75パーループです。15ゲーム間の ST OK ナイス。さあでボーナスです。おい超サダコ2連チャン目、弱い100枚。ああ終わっちゃった。あと1回リプレイで上乗せやったのに。あもう一度引き戻そう。あるやろこれは。衝撃注意 OK 3連チャン目。ああ振動来ない100枚。まあでもあと1回リプレイ引きゃ上乗せなんで来たかな。 OK サダの字30枚からの、こっからねこれがねループすることもある。あるかるかあったぜ。もう掴むときは激アツのデート。ドコーンドコーン、だいたい2回シェイクハンドして90枚。はい、というわけで859枚。行きましょう。もうあと1回2回当てれればね1000枚。とりあえず赤いいけるやろ。うわー消え去った。あと2ゲーム。来い。あーダメかな。はい、というわけで945枚。あー惜しかったね。もうちょっとで1000枚やったんですけど、75パーループなんでもう少しだけ連チャンして欲しかったですけれども、まあ、ほんまに最悪ね超貞子も行かないで終わっちゃうとこれのね9分の1とかで終わっちゃうんで、まあ、よかったです。いや当たったけれども290ゲーム、もう持ちコイン残り25枚まで減ってしまいました。投資24000円、もうさすがにこれで終わりにするわ。もう無理だわ、わからんこの機種どうしようもねえ。みんなこんなきつい機種打ってたんか知らんかったぞ。うわーいったわ。これが本当にラストチャンスで、ここでさらにレア役を引くようなことがあればものすごいことになる。いつもこんな光ったっけ。こんなに頼りな仲間がいるんでしょう。いやそうだよね、やば。もう一回行かねえかな。はい、さすがにきついか。うん、そうだよね。え、ここの追加は何の意味もないのかな。調べるわ。さすがに最終ゲームは MC レベルと成立薬を参照して恩恵の抽選を行う。レベルが2だったわけだ。追加を引いたことによってホムラ VS マミ以上が確定。8分の1で悪魔ホムラゾーンだ。よし、もうここしかねえぞ。もう完走だ、行くぞ。とりあえず最初の特化ゾーンみたい。ここは最低保証で終わっちまったな。でこの後に、はい、やってやりましたわ、ようやく。はい、これどっちなんだろう、わかんねえな、見てもこの感じ悪魔ホムラじゃないの。だってマミさん出てこなさそうじゃん。いや絶対そうだ、悪魔ホムラだ。やったわ、ようやく来たな。いや大変でした、悪魔ホムラゾーン突入。ここでもうとてつもない事故を起こそう。いきます。自分の台でやるのは初めてだけど、代行でやったことあるからどういうことが起こればいいか分かる。あのカットインが来ないと始まんない。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、今半分消化して10枚上のしか来てない。あーこれこれこれのこと言ったの。よいしょ、 OK。 カットインが全然来ない。いやいやよしよしよし、え、こんなにカットに来ないことある？よしよしよし。いやーなんか全然だったな。290枚。まあでもとりあえずこれで390枚スタート。600枚くらいは出んのか。足んねえぞ600枚じゃ。さすがにこんだけ枚数あれば何か起こせるでしょう。おい、何か起こりそうだもんね。俺この子のことよく知らないけど強チェリーだもんね。うん、何これ、プラスメダル。
お、なんかストックしたわ。みんなからしたら常識的なことが起こってんのかもしんないけど、ちょっと楽しませてほしいわ。え、いつもと演出が違う。これもらったでしょ。はい、やったわ。完全に流れ変わったわ。はい、で、なんか2分の1で特化像になるって聞いた俺は。紫は揃えばいいんじゃないの。え、絶対ダメじゃん。キンシャッターとかがあるのかな。いや、マギカボーナスって言っちゃってるよね。マギカラッシュ、マギカボーナス当選、ようやくだぞ。はい、押します。312枚30枚上乗せ。これは最後のお楽しみってことなんだろうね。ん、今までにない発展の仕方した。もう残り0枚だから、これがなっとかなってくんないと。さらにレア役追加。ダメだったけど、これがあるから、あとの7分が。はいはいはい、20枚。いやー、なるほどね。いや、まあ700枚出たけど、やっぱり AT 中は無理ゲー感感じちゃうな俺。さすがにやめよう。とりあえずこの台はもう流します。はあ、マジで。はい、終了です。おみくじ、待ち人ころ偶数した呪いの連鎖終了。はい、800ゲーム到達です。もうすごいハマる。おお、藤丸くん強チェリーしゃ、超貞子ボーナス確定。これがっつり伸ばさなあかん、ほんまに。あー、残念、締められてしまいました。941枚、さっきとほぼ変わらんのだが、変わらんのだが、枚数が待ち人とか偶数なんかな、2とか。商売繁盛奇数した。まあもうちょっとリング厳しそうなんで、周り見てちょっと魂視野に入れていこうかなと思います。はい、ということで移動してきました。 CR 新花の刑事2漆黒の衝撃。今投資が2万4000円で、反逆での回収がこちら732枚。なので、まあ枚数的に言うと500枚くらいマイナスかな。まあ、残りパッキーで当てる。残りパッキー6000円あるんで、残りパッキー打法。現在初当たりなしで53ゲーム。まあ今500枚マイナスなんで、目標はそうだね、5万発かな。ほいほいほい、赤放流来たわ。来たぞ来たぞ、これが漆黒よ。はい、取れてるよね、取れてるわ。はい、後期、後期か。まあでも赤保留ですから。はい、赤ふすま、キセルが来れば。キセルは来ない。いや、でもいけるでしょ。高級フレンチチャンス。いや、なんか通常タイトル、ここもう色が変わるはずなのに。あれ、これ大丈夫。はい、え、これダメなやつじゃん。赤オリエなのに、赤オリエなのに。おおおお、大丈夫だったわ。この台では投資3500円。もう俺あれパチンコがうまいんだ。109回転かぶいてみせる。うん、これってもうノーチャンスじゃないよな。大丈夫だよな。悪魔の馬ボーナス、赤迷惑の黒影を。おお、赤文字。いや、いつも赤文字なのか分からんけど、赤文字。うん、いや絶対熱いでしょこれ。はい、おい、レバーも赤文字も全部デフォだったってことこれ。いや、そうだよね。319あって、これきつすぎでしょ。 55% マンのにラッシュ突入率。ああ、もう一回当てるしかねえぞ。この青保留ガラストチャンス。緑保留、緑でなんとかなってほしいと思ってる俺は。頑張れ、初めてのリーチ。幼き笑顔、赤い真っ赤な笑顔。うん、まあなんかそんな気はしたわ。終わってしまったね。いや、せっかく当てたのに。はい、というわけで移動してきたのはエヴァンゲリオンパチンコです。残りパッキー1000円とプラス1万円まで打ち込んで勝負決めたいと思います。逃げちゃダメだ。そう、逃げちゃダメなんです。だからこそ打ちます。これで多分ね、1万1000円使って当たらんかったらもう俺の負けです。負けたら気持ちよく飯おごります。でも、もともとおごりたいんですけど、どうせおごるやったら買っておごりたいんで、このエヴァでね、一波乱二波乱起こしていこうと思う。ちなみにシンプルモードでやります。僕これ打つの2回目です。シンプルモードマジ寝るぐらいシンプルなんで、逆に暑い時はおっと切れるかなと思うんで頑張っていこうと思います。329ゲーム打ち出しかな。
ギヌスのやり来た。これ急に熱くなるぜ。シンプルだからよ。警報首都イスラファエル。通常時のロンギヌスやから全然ワンチャンあると思うねんけどな。おっと名言が来てる。ちょっと弱いか。赤字もないし。おっしゃ当たった。ナイス。やっぱロンギヌス強いですね。シンプルモードの。さああとは昇格するかどうか。ちょっと演出弱いからないかな。来た。これ羽生えてるパターンないんかな今作は。シンジ君のカットインとかもない。あーこれは8かな、うん。まあ、ラウンド中の昇格とかいろいろあるっぽいんでそれにかけたい。あ442回転大当たり、投資が46,500円。お V に入ってるけどな。お来た。ありがとう。SD 確定です。インパクトモード。よしこれで1万発以上出ればプラスかな。さあ99分の1。はい変化、変化放流だよ。変化放流何色？緑。まあ ST 中やから全然期待できるでしょう。1点。さあ最強の拒絶タイプ14使徒ゼルエル。プッシュか。ほい。あかんか。ゼルエルとのバトル勝ったことない。強っ。おっと2-1当たりやろこれ。おっぶらってる。いや気持ちいい。この音よエヴァ。2連チャン目。さあこっからバカ出しするぞ。ゆとり待っとけ。おいしいフレンチごちそうするで。はい。じゃあタイプは新宿でいこうかな。バランスタイプ。やっぱバランスが良かったからこそエヴァのパチンコっていうのは流行ったと思いますし、まあ、僕自身ねエヴァのパチンコスロットがなければ今がいないんで感謝しておる。ほんまエヴァ好きでね、使徒蓋とか最後の下とかよう売ってたんすよ。大学サボってよう朝一から売っとった。おっとプルッ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 と。すごい振動。ダブル赤カージさん止まるよ。リーチ。おー量産型と劇場版ですね。エアー真心を君に。おい行けちゃダメだ。三連ちゃん。まだ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 大丈夫大丈夫。焦る時間じゃない。残り51回転。ちょっと不安になってきたな。お7点したらこのお願い止まって。かあ7折りはちょっと痛いな。おっプルタプルタ7折りの向こう側。天に昇る気持ちの音。はい。気持ちいい。今日右腕めっちゃ震えてる。リングからそう。4連チャン目。おっとモブルタは早っ。俺さっウェイ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 。何シンジ君の方が先告知完全告知みたいなのじゃない。あゼルエル倒せるわ。はい素晴らしい5連チャン。さあさあ調子は良くなってきたぞ。おー真っ赤に燃え上がってる。赤ホリブル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 と。はいドンだし。変化保留まであるわ。これもしかしたら保留連するかも。まだ倒されに来たかゼルエル。期待度 99.8% ドン。はいよイエスター。はい6連チャン目。おおやっぱり保留連したかあれ。いやマジでまくれんぞなあ初号機。方向で答えてくれました。これやろ。おいブルってます。素晴らしいね。はい高速保留連はラウンド中に出てくるパターンがあるんですね。7回目あビルビルしてるね。保留が1個。もしかしたらダミー来るかも。ダミーの煽りは来ている。頼む続けブルった。オッケー。ブルってんのは僕勝手に確定やと思ってるけどそれで大丈夫よな。これダミーシステム来るでしょ。はいテンパイダミーシステム。
はい、めちゃくちゃなりまんな。あ、当時が、これはテレビアニメ版やから当時がやられる。もう止まれねえんだ。悲しい。このシーンはね、テレビアニメも映画も悲しいよな。あ、やっぱ流れねえな。当時弾を抜いてください。あ、合わせてた。はい、1万ポイント。さあ、もうすぐまくりますよ、この調子でいきゃ。演技外からずっとシンジ君にする。お、お、ある、おるよれんか。 V は出てけへんかったからな。あー、プシか。いや、やっぱり、やっぱりって何。おっと、あ、うーん、なるほど。あ、気持ちいい、これでまくった俺。あー、怖い。タオルでまくったか。9回目まくりです、これで。お、ナッツ。もう俺パチンコとかスロットであの機体見られんと思ってた。さあさあ、この調子でいきましょう。で、あとはもうプラスにすれば、プラスにした分だけゆとりにええもん食わされる。おい、10連チャン目。俺のエヴァが好きっていう心とゆとりにうまいものを食わしたいという心が交錯すれば、新しいチルドレンになれるのよ。おじさんチルドレンです。今年で34になります。緑保留、緑はよく来るんよ。あ、カプツマ、うっ、タイマー来たわ。かぶいて走ろう。このタイマー次第っぽいな。さらに後期も重ねてく。このタイマーは赤保留にしてくれんじゃねえのかな。うわ、ブレってる。え、ブレってる、ブレってる。こいつは激アチなんじゃねえか。はい、うい。さあどうなる。タイマーがゼロになるわ。うーん、何。いや、もうめちゃめちゃ震えてる。これ絶対もらったわ。今の一体何だったのか分かんねえけど絶対もらったわ。もう赤文字じゃないけど、いや、いける、いける。ここに来るまでにやたら震えてるもん、こいつ。もう見たこともないようなド派手勝手に来るでしょ。あれー、おや、そうだよね。こりゃもういただきましたわ。うん、うえ、おい、そういうこと。なんと持ち玉です。まだ200発残してるわ。158回転パチンコ簡単すぎる。歩いてみて。うい、45% を2連続取るなんてね、そっちの方が難しいんだから。やろうと思ってもできない。え、赤文字じゃない。さっきじゃあちゃんとチャンスアップしてたんだ。これでレバーじゃなかったら本当に不安になっちゃう。あ、レバーは同じなんだね。あ、そうだよな。おい、今かなり恐る恐るだったわ。そりゃそうよ、 55% マンだもん。こっから連チャンすればするほどフランス料理のグレードが上がっていく。緑、緑、よし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 、縄文到達。ビタ落ちする。いや、赤カットに入ったわ。もう絶対もらった、こんなの。これが日暮らしで鍛えたビタ落ちの技術。めっちゃブルブル震えてるわ。気持ちいい、ずっと震えてほしい。最高。神台が過ぎるな。面白いね、花の刑事は。20連すれば5万発出るのか。オッケーオッケー。2481発。ちょっと違うのも選ぶか。1個ずつ選んでいくわ。この読めないやつラッシュにする。エスパニアラッシュ突入。え、急に悪魔城ドラキュラの世界観やん。 BGM もさ、寄せちゃってるよね。これ要はカルロスさんと戦ってるってことでいいのかい。急に違う機種売ってるみたいだ。うえ、赤い。来た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 。これで当てるわ。え、赤なのに。うわ、いや、そうだよね、びっくりした。おお。こっから連打して盾とかそういう系かな。外れたわ。一方的にボコされて終わったわ。もうこのモードにしたことすげえ後悔してるから当たってくれ、頼む。おお、ユリユリユリ、おい、これいいんじゃねえか。難しいな、このパチンコ。あれな、こんな機種だったっけ。もう260回転余ってんだけど。おお、今までいない。かなりまずい気がするわ。うわ、テンパってしまった。最終決戦、カルロスさん主体で話進めてるもんね、これ。こんなにハマったのに。もう見てらんないくらいボコボコにされてる。いや、俺はこんな刑事見たくなかったわ。
いやかなり不完全燃焼でございます。2連あのモードにしたのはかなり失敗だったな。まあでもねプラスにはなりましたよ。もう当てらんないわ、もうやめるわ。結局ね280回転もハマったわ、ラッシュ中に。どうだろうこれ、ちょっとプラスかどうかわかんねえな俺も。おっ見た、一瞬のカオル君。おい押します、赤字いいね。時間予告最後の死者、はい完璧やな。イマジンブレイカー、はい、21,450ポイント。おっとおっと、かっこいいな。あブルッター、残り147とか出てきたし。おいい音なった、風吹いてる。すごいな、プレミアパターンめちゃくちゃ出てくるな。シンジ君そうやったっけ。はい7点金、素晴らしいわ。お、あ全回転、このエヴァのパチンコだけに導入されたエヴァンゲリオンじゃないこれ。あ全回転してるやっぱり。え何どういうどういう当たり方、敵なの味方なのどっち。エヴァンゲリオンアナザーインパクト、読めたな英語。ナイス、はい3万ポイントゲット。おー変化保留来ましたね。何色、すごいわ、いかつすぎ。22連ちゃん、僕が少年野球の時につけてた背番号22番を選んだ理由は田淵光一選手が好きやったからです。あーレインボー、すごいね、久しぶりに押す気がすんな。おいこれで持ち球も3000発超えかな。23回目、ビルビルしてますビルビル。あブルッタブルッタブルッタ、使徒襲来カオルくんかな。うん、もう今日の俺は止まらへんな。おい気持ちいい、はい風も吹いてます。うん25連チャン、こんだけ連チャンしてんのも自体もめちゃくちゃ久しぶりですからね。左通してみよう、おいしょ。さあ残り50回転ついに止まってしまうのかこの快進撃。おっうお、快進撃未だ終わらず、エヴァ押し付けて初号機を起動させろ。いいじゃないの、動いて動いて動いてよ動いてよ。あおい、はいはいブルってます、はい赤保留直揃い。4万発も視野に入ってきたよな、4万ポイントゲット出てるから。はい押しました、重い殲滅。29回目、もう一発で30連チャン。お保留変化きた、走り出してブルった、ここ赤やったら多分鉄板やと思うねんけどな。でもブルっただけでも相当熱いと思うねんけど、今日外してないからブルブルは。あプシか、うわブルブル外れた今日初めて。やっぱここの色が赤じゃなかったら外れるときは外れるのかな、まあ、白でも当たり続けてたけど。よしよしこれは勉強や。いやあと1回当たれば30連チャンし4万発超えんねんて。左手芸しかない、このエヴァの筐体なら左手芸ができるパチンコでも。おお赤色これはもろたやろ、ダブル赤カジさん4万発超えですよ、それは黙っちゃいませんわ。ゼーレがイコール、おおこんだけ当てて0号機今日初めて、来い。これにて30連チャン、そして4万発クリア、素晴らしい。およっ、おお揃うと思わんかったからびっくり。いやなんかいっぱいサプライズパターンあるな、
すげえいいダイヤは。おっとレインボー、なんか壊れたマジで。おい、いやーやばいな、そろそろついに途絶えてしまうのか。残り24回転、あっという間やったな。ここまでまだ分からん。あー分かる、危ない、あーやばい、ラスト、あー終わったか。いやいや、でもそれでも十分ですよ。32連チャン460、4万、もう読まなかった、4万発は多分僕人生で初めてですね。いやそれがエヴァになってくれてよかった、すごく嬉しい。いやこれでね、あのゆとりくんにも美味しいもの食わしてやれると思うんで、多分彼負けたと思うんで、ちょっと前に俺先帰ってるねって連絡が来たんで、はい、まあ、これにて僕は実戦終了したいと思います。なんとかやり遂げました。まあ、本音を言うならやっぱりスロットで勝ちたかったんですけれども、自分の好きな半径のエヴァでこんだけ出せたのは最高でした。じゃあこの後は店内状況の方行ってご飯タイムとしたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということで店内状況、まずこちらの台が鏡、ものすごくいいグラフでございます。はい、そしてこちら戦国乙女、一撃で3900枚出ております。え、これ6号機だよね、そういう感じの機種なんだ。はい、そしてこちらが鬼浜、4200枚、素晴らしいグラフですね。さあそしてこちらの台が窓つ4000枚、こんな感じのグラフでございます。はい、さあそしてこちらがギア3 2500枚。さあそしてこちらが G1 ダービークラブ、いい感じのグラフでした、3000枚、こんな感じのグラフと。そしてこちらが花火143分の1、2000枚。さあそしてこちらの台がガロ3900枚といった感じです。以上店内状況でした。まずこちらのギアス25の51、上に2箱、2以上確定で出て、まあ、当たり方的に中間以上あるかなとお話ししていました。でこちらモンキーターン46の22、ありそうですね、1箱半。でマサムネ11回初当たり取って、一応グラフはプラス3箱。でリゼロ94の14、上に1箱半、まあ、あると思います。で僕の隣のリングですね、上に3箱、246確定が出てたそうです。で当たり方的にやっぱり46だと思います、僕のと全然違った。モンハンの新しいやつグラフ非常にいいですね、上に2箱半。前後編85の16、1箱ちょいで一応プラス領域で、こちらの方が115の18、上に1箱、手元に1箱ですね。芝生台と475番台がすげえ出てる、ちょっとチェックしに行きますわ。こちらの方の絆2でしたね、48の64、上に2箱とさっきの別積みですね。絆2 42の53、上に2箱。ギアスも一応ボーナス確率はいいですけどね、33の56で1箱。マド2 23の27、上に2箱。こちらもにこちらが20の16で上に2箱半ぐらい、475番台はイニディですね。こちら4、5、6角出ております、ヒントロ出てたんで。38の45、上に3箱とさっきの別積み。マイフォーこちらの方25の24で126分の1、6000以上回ってますね、1箱で。こちらの方134分の1、まあ、中間以上あるかなって言ってました。でこちらも27の22、130分の1、上に2箱。マイジャグ417の26、112分の1、上に2箱。423番台のお客さんはこんだけ出てます。これさっきの2台目の100回ぐらい当たってたまだ巻き前後編ですね、すげえ出てる。日暮らし161分の1ですね、ビッグ23、バー13で上に2箱。はい、以上です。久しぶりに来たんですけど、まあ、スロットコーナーやっぱり結構出てる感じなんかなとは思いました。まあ、ちゃんと6使ってんねやろなっていう、データの台も何台かあったんで、いい感じだったんじゃないんでしょうか。というわけでこの後はエンディングの方行きたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。というわけでウエスタン系列さんでの遠隔ごちもり、はい、完結と、まあ結果いきましょうよ。僕からでいいですか。はい、いいですいいです、はい、やってください。では僕の終始なんですけれども、はい、まあパチスロとパチンコどっちも打ちました。反逆と刑事、うん、もう合わせて言いたいと思います。でもうスロット枚数換算で投資1375枚、そして回収が1403枚なのでプラス28枚です。あ、勝ったん。試合には勝った。あ、なるほどね。そんな枚数で俺がマイナスやった場合おごらないといけないわけじゃないですか、プラスやから、はい、そんなことはさせませんよ。お、そうだと思ってスーツ着てきました。僕もねピシッとね、はい、やってきたんで言います。投資額46500円、一応玉換算でじゃない。あ、玉換算で。なるほど、玉換算で。わかりました。全部トータルすると11625玉で、回収玉数が43417玉。
3万2000発くらいプラスプラスだね、32連チャン。いや、すごい32連チャン、はい、しないよ、32連チャン。びっくりしたよ、うん、ワロさんとイドリ君といったらね、いろんな高級な和食店とかさ、よう行ってたじゃない、牛牛とか。よう、は言ってない、その2回よ。でもほら、お店でよく食べること多いじゃない、やっぱお店に行きたいと。なるほど。こういうね、清掃したフレンチ、はい、言いましたね、冒頭僕、大勝ちしたら清掃して高級フレンチ行きましょうと。いや、そうですね、このスーツ着るの2回目なの、うん、小早川先生の結婚式以来に来た。そうよね、うん、俺も最近ね、このカッターとか着てね、あのワイフのね、誕生日祝いに行ったところ、あ、着慣れてるなと思ったもん。いや、ビシッと着るやんと思って。そうそうそう、俺もちょっと清掃したらこんな感じになるよ、ケチャケチャな、俺らその辺におるおっさんと違うからね、こうしたら。というわけでね、高級フレンチなんですけれども、はい、我々セブンズ TV、 はい、カメラ入れて撮影しようと思いました。はい、もちろん、はい、予約なんて取れるわけねえ。無理です。じゃあフレンチ以外になるってことですか。いや、違います。ここが高級フレンチ会場になります。今ね、やっぱりね、デリバリーとかも発達してるからね、ここでね、高級フレンチをやろうっていうね、この粋なね、計らい、これ私用意させていただきましたんで、大船に乗ったつもりでね。じゃあ、本当に意味ないスーツ。無意味スーツやん、これ。いや、だから俺も無意味スーツ、これ分かってたけど、俺も無意味スーツ。俺人生で初めてクリーニングとか出したのに。こんな手袋とかで人生で1回しかつけてないの。そうだね、リトリ君もすごい今ショックやと思う。それ以上に俺がショックよ。もうマンボウ開けたのにな、また外行けねえんだって思って。今日だからここを高級フレンチ会場にして、その雰囲気だけでも楽しもうよ。あ、なるほどね、この雰囲気ってもね、多分映ってんのかな、超ディスカップ。そうやねんけど、食べるものもさ、ちゃんとしたところで撮ってますので。まあでも期待していいんですね。期待していいです。高いね、ワインも買ってます。あー、なるほど、ワイングラスを買った店員さん、まずは食前酒でシャンパンを出せます。あー、なるほど、はい、あっ。結構フルコースっぽいですね。そう、見てるみんなは周りがなんかシャンデリアっぽいなと思って勝手にやつ想像してくれる。グリーンバックとか用意するのよ。あ、確かに。いや、じゃあグリーンバックすると俺が消えんねん。そう、俺が見て、このネクタイも浮か緑やし、もう緑のストライプやし、髪の毛見れるから消えんねん。俺当たるから上ない人だから。じゃあね、もうしばらくしましたらね、フレンチのフルコースの方届きますので。え、ちなみにここから巻き返して、いや実は通ってますよとかある？もう本当にない。これね、言っちゃいますけど、ないんだ。じゃあ、楽しもう。というわけで、じゃあこの後はね、はい、まあ、ゆっくりとフレンチをたしなんでいきましょう。わかりました。では、実食パートへ、ゴー。はい、はい、というわけでね、ようやく届きましたんで、ナプキンなんか、もうゆとりさんは待ちきれないからね、はい、もう、はい、まあ、本当のね、やっぱりフレンチっていうのね、膝にかけるのがやっぱりベスポジですから。はい、慣れてる、大丈夫。初めてっぽかったけど。違う違う、やっぱ乾杯をしたいじゃない。ああ、そうですね。というわけでね、私用意しました。はい、こちらのシャンパン。おお、いいですね。シャンのパンでございますよ。こちらね、原産国フランス。おお、なるほど。今日はもう合わせてきてるわけ。全部フランスに合わせてきてる。ああ、なるほどね。ね、名前がね、ちょっとよくわからないですけども、ね、チャンパン、シャンパンゲ、ブロなんて読んだ。いいシャンパンってことだ。そう、そういうことですね。じゃあ開けますよ。はい、いいですか、僕で。おーい、これだけでも随分雰囲気出ますね。そうね、スーツ着て、グラスにシャンパンで。じゃあ、はい、ビスはこっちになります。はい、はい、おいしい。うん、美味しい気がするね。いや、楽しみだね。フルコースなのかな。フルコースです。おー、だからまあ最初はね、アミューズ、トマトとムース、キャビアロール、バジルのせ、トマトとコンソメ使ったクリーミーなムース、キャビアロールバジルとともに召し上がってください。おー、なるほど。あ、これが、これが、そうですね、こんな感じです。いただきます。はい、フランス料理っぽい味がする。いや、フランス料理食ってるからな。ピザの上にあるめちゃめちゃうまい部分だけ。あー、わかるわかるわかる。濃い感じのな。これ美味しい、ね、美味しいですね。はい、続きまして前菜。え、今のは前菜じゃなかったか。今のアミュース、今から食事を始めますよっていう、こう準備段階。次は前菜、同じようなムース系ですけれども、黒トリュフのムース、オマールエビ添え。お、すごいね。これが、これ金粉、これすごいね。金粉乗ってるから、これすごいわ。ほら、これ上に乗ってんのがオマールエビ。オマールエビ、なるほど。で、この下の黒いゴマみたいなペースト状のところがトリュフ。ああ、なるほどね。いただいていいですか。もちろんもちろん。いただきます。はい、うん、これうまっ。これ上のエビがめちゃめちゃうまいわ。あとこのソースみたいなのめっちゃうまい。なにこれ、米食えるもん、これね。うまっ。うん、黒トリュフがこれうまいってことは、これトリュフの味かわかんねえから、あれなんだけど、このね、黒いところのこの味、これトリュフ。この後もまだトリュフいっぱい出てくるから。マジ？世界三大珍味網羅できる今日。
フォアグラだけだ。なんで急にネタバレしたんですか。楽しみに取っとけばよかったし、今おかわりできるんだ。行ったことあるんだよね。フランス料理なんか接点がなかったから、俺がフランス料理と思いながら食ってる。入門編ですよ、ここはね。次はですね、トウモロコシのポタージュでございます。ここでスープなんですね。そうです、そうです。俺ね、もうコーンポタージュ大好きだから、フレンチで出てくるようなコーンポタージュの味はどうなんだろうなと。あ、うん、うまいけど知ってる。うん、知ってる味だな。完全に知ってるやつ。でも知ってる味のやつよりちょっと濃くなる。まあまあまあ、濃いめだね。うん、フランス行ったら殺されるって食べ方してるな。フランスで殺されるの。うわ、フランスで殺される殺される。音立てんの最悪やから。テンションすげえ下がってるから。テンションすげえ下がるわ。ビチョビチョ。俺やな、フランス人に殺されるの。はい、じゃあスープ終わりました。次はね、生ハムのサラダでございます。おレモンドレッシングをかけて多め仕上がりくださいと。おお、ロロロ、よくあるパターンだよ。おお、順当にうまいんじゃないですか。うん、ちょっとバカすぎめっちゃ引きずる。メインもね、クソやからね。赤ワインに負ける。シャンパンだけだと思った。違う違う、上等のやつ持ってきましたよ。ありがとうございます。オビントゥブス、ギリシャ神話の人の名前をかたどってるらしい。フランスさんじゃん。そう、今回フランスにこだわってみました。今ソムリエからね、ワインの蓋、ここでね、いよいよね、嗅いだりしてる、うん、ワインの良さっていうもの、うん、コルクな、コルクな。さて、乾杯。うん、お、美味しい。飲みやすいね、うん、これだいぶ。あ、すごい飲みやすい。俺あんまりワイン飲まへんけど、普段飲みやすいよ、これ。酔っ払ってる、うん、急に変な感じ。何がよ、何がよ。こっからですからね。そうですよね。やっぱりフランス料理といったらお肉料理、国産牛頬肉のブレゼ、黒トリュフのソース。トリュフ惜しまないね。惜しまないよ、頬肉ですからね。これうまそうだわ。これね、やっぱりね、煮込み料理としては最適な部位なんだ。ホロホロと繊維質も崩れていくし、まあ、本来やったスプーンでも食えるところやけれども、やっぱりナイフとフォークで、これはね。なるほど、いただきます。うん、おいしい。うまい。そんなな、ねむいとりくん、おいしいって言うたかてな。牛の頬にからわしなんかもう女も食い上げるぐらい食いとるから、焼けがで。ほんまや。それの方がバカにしてるよ。待って、この付け合わせのこの揚げてあるブロッコリーが尋常じゃなくうまい。揚げブロッコリー、そんな美味しくなることある？めちゃめちゃうまいね、これ。あ、そうなんや。これ何これ野菜料理これ。というわけでメインディッシュパート2、あのお肉だけじゃなく、もちろんイケオマールエビのロースト、おー、ライスコロッケアメリケーヌソース、お、すごいですね。このアメリケーヌソースというのがね、エビの殻から抽出したソース、濃厚なエビを味わえるぜ。濃厚なエビだぜ。君のテンション過剰に上がってるだけじゃん。君がエビ過剰に好きだから。そうやね。あ、すごい、これすごいね。すごいでしょ。これは贅沢よ。これとか爪の部分です、ね、爪の部分です。アメリケーヌソースつけて、うん、いただきます。ものすごい贅沢だわ。そんな贅沢って言うけどな、所詮エビよ。これすごいね。うん、美味しいな、やっぱり。うん、ソースもうまいわ。なんか今まで食ったことないソースだけど、これはね、エビの殻をね、殻から抽出したね、エビのソースですね。すごいね。RPG の村人みたいな感じ。同じことしか喋ってないから、さっきが。そんなことないよ。アイスコロッケも食べちゃおうかな。あ、どうですか。俺は好き。うん、間違えたこと言ってる。間違えたこと言ってる。俺まだ一口も食ってないけど、多分芝くんのその発言間違ってるんだ。それだけ分かったね、今。じゃあ芝くんは好きなライスコロッケ、僕もいただきます、うん、全然うまいけどね。な、俺は好き。チキンライスとリゾットの間みたいな。あ、そうね、感じじゃない。うん、そうそうそう、うん、じゃあ一等しかんだ。楽しいよ、俺も。楽しんじゃってんじゃん。フランス料理って1個の食に対しての持ち時間みたいなのが10分15分ぐらいあんのよ。自分たちでやってるからさ、5分ペースぐらいにすごい食べてたやんか。もうね、最高なんや。YouTube 初めて。え、ちょっとやってみたい。うん、うん、うまい、うまい。これは美味しい。メリケナスリー、うん、あ、トマトかと、トマトもうまい。俺ミニトマト一番苦手やで。きつ、なんで。急に罰ゲームじゃない。小学校4年生の時にさ、
味噌つけてさ。あ、なるほど、ね、俺の小学校4年生の時の思い出ましてなしや。なるほどな、分かった分かった分かった、食べまーす。うまい。あ、合うだろうな、ミニトマトと。ああ、もう終わりだ。つくな。それでは最後デザートです。レアチーズケーキ、キイチゴのマリアージュ。おお、もうそれはなんか想像つくわ。ああ、はい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 、うまいやつですね。そうそう、これ美味しい、これ美味しいやつですね、はい、食べちゃっていいですか。いいよいいよいいよ、いただきます。うん、まあ、俺こういうのコンビニとかでも食うんだけど、うん、もうこの上のキイチゴのソースめちゃめちゃ濃くていい。じゃあ俺ソースだけ食べてみよう。うん、正直それはわけわかんないよ。ちょっとでも盛り上がればなと思ってやってるわけや。おー、上手い。うめえ。マー君もうちょっとワインで壊され気味だね。あんま飲まないからね、ワインね、うん、フレンチが好きな人間としてこういうこと言うのは良くないかもしれないけど、俺ワインが苦手なんだよ。白も赤も苦手なんよ。俺が好きなのはもうビールとチューハイなんよな。もうだから馬勢の居酒屋でな、別にそんなクソ安いなビール一杯190円のな、何出してるか分からへんような居酒屋でなビールをなしこたま飲めたらいいわけだよ。背伸びしすぎちゃったな。俺今ね、うん、店予約取れなくて良かったと思ってるよ。確かにな。うん、まあでも良かったよ、だからデリバリーで芝生くんの等身大のフレンチを今楽しんでるわけじゃん。いや俺も楽しんでるフレンチを。ああもう俺スーツも汚れましたよ。ねえ、もうカンカラカンコンコンどっか行くしな。俺のナプキンなんか汚いわけやからな。もうゴールですよ。うん、大成功ですよ。いやいやいや、こちらこそ。でも俺もいい値段するんじゃないか。いやいやいや、値段の話しますもん。まあいい値段するんじゃないかなと思うけどね、デリバリーでも。2人で合わせて1万9000円ちょ、1人1万円の2人2万円ぐらい。あ、なるほどね。いや、そうそう、デリバリーでそれは、うん、もうやりすぎよ。ちなみにやけど、今日飲んだシャンパンとワイン、これ2万円ですよ、これ2つ。そんなにいいの買ってきたんだ。だってやっぱり自分がこんだけ出してんからさ、還元するとか還元していきたい。あ、素晴らしい。石破君酔ってるよ。うん、どう考えたらこういうこと言うの良くないと思ってるし、あれやけど、めちゃくちゃ酔ってる。ずっと目座ってるなって思ってるもん。うん、うん、だから別にこの今残ってるのワインとシャンパンをこのままラッパ飲みすることもまあできない、できることではあるよ。見たいね、それ。あ、どっちがいい？ワインはやめてくれ。シャンパン見たいね。シャンパン見たい。シャンパン見たいよ。いただきますよ、これね。まあ、やっぱ残すのが一番良くないからね。そう、残すってね、そう、切ったら残せれるんですよ。いいですか、皆さん。切ったら残せれるんです。違うんです、セブンティーンガチだから。うん。いただきます。いいシャンパンはね、スッと入ってくる。ああ、いいですね。ポカリセットで一緒。ああ、いいワインはどうなの？合うんじゃない？デザートとも。さっきからちょっとね、俺はやってるけど、うん、合うよ、結構。このキイチゴのね、酸味。そう。レアチーズのまろやかさ。うん、そしてこのクッキーのね、サクサクさと。そう。これをね、合わせて、ワインで。いやー、ね、もう、絶対フレンチなんかいけないね。うん、次はさ、焼き鳥屋にしようぜ。もう焼き鳥屋にしよう。もういいや。あのさ、もうゆとり君とワロさんがさ、もうギュウギュウ行ったりさ、俺もちょっと背伸びしてみたからさ、いいよ、俺もう焼き鳥屋でええわ。もう、背伸びしない。ごちそうさま。俺の勝ち負けだよ。俺がいつも酒で壊れてこうなるのが一番なんだよな。スープだっていつもこうなんだよな。よくやるやって。ということで、もう時間の問題で全裸になってしまうセブンズ TV 最新スケジュールはこちら。遊びに来てくれた方には大掃除コステッカーをお配りしております。ぜひもらいに来てください。ということでね、今回フレンチになるってなって、結局デリバリーってなったけど、最終的にデリバリーでよかったんじゃないかってなっているセブンズ TV、 これからも応援したいなって思った方、ぜひチャンネル登録を。そしてね、ワイフワイフ、そしてね、こんな芝生も愛してくれるという方はぜひ高評価の方をよろしくお願いします。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。また、お疲れ様でした。